ではあのルーディベンツの3大要素、ルーディベンツは、3大要素というのは、ありまして、ダブルストロークというこの説明、このダブルストローク、いわゆる2つ打ち、それと、パラディドル、右左右右左右左左、まあ、僕はあのミヒミミヒミヒヒと名付けてますが、ミヒミミヒミヒヒ、ね、それとパラディドルとフラム、こういうフラムちょっとずらして叩く感じね。クラシックのフラムはこのちっちゃな装飾音符と大きなこの音とです。ロックのフラムはどっちかというと2つこうずらしてね、こんな感じがロックなんですけども、こういうフラムで、もう一度言うとダブルストローク、そしてパラディドル、そしてフラム、これが、ルーディメンツの三大要素、三本柱とでも言いましょうかね。これを、マスターすることが、ルーディメンツの近道だと僕は信じています。こういう2つのね、ちょっと面白いことをねここでね、じゃあやってみると、例えばフラムもこういう速いフラムフラムっていう速いやつが、実はこうコントロールをするとなんとダブルストロークになる、わかるし、でこのダブルストロークからちょっとこう操作を加えるといつの間にかフラムになってる。フラムフラム、そしてダブルストローク、フラムフラム、ということはダブルストロークがもう基本だから、極端に言うとフラムはダブルストロークであったという理論も成り立つというね、面白いね、だからこういうもうダブルストロークをしっかりやることが大事だと思います。ということで、一緒に、頑張って練習していきましょう。